記事に来てみたのはいいが、どこから調べればいいか。あそこに誰かいるようだ。いや、俺の名前はブローニング。こんなところで一体何を？なんだ。お主も自殺しようとしているのかね。まさか。しかし、なんでそう思ったんだ？ここはウボスを利用した自殺の名所じゃないか。老体の私ができることは年々少なくなってきてね。ここに来る人を説得することが今の生きがいよ。最近俺以外に来た人物はいるのか？ああ、一人。ここに不釣り合いなほどの美女がな。なるほどね。下心では断じてないからな。まあ、それなら俺は帰るとするよ。カレンベルク、保管所で何か進展はあったか？いえ、特には。そちらはどうでしたか？事件についてはさっぱりだ。フリードニヒもシャーロットも怪しいまま。少し今までのことをまとめてみるか。わかりました。まずベルンハルトが保管所の中で死んでいた。そしてそのすぐそばには保管所の鍵。ついていた指紋はサルカド。それから保管所内の骨董品もいくつかなくなっていました。保管所の鍵はレミアの寝室にあったシガーケースに隠してあったものだが、それは誰もが知っていた。そしてサルカドはレミアのところに出入りができていたらしい。シガーケースが見つかっていないことも含めて犯人としての証拠は十分ですね。可能性として最も高そうなのは、寝室から鍵を盗んだサルカドが保管所から骨董品を持ち出そうとしていた。それを偶然ベルンハルトに見つかり、そばにあったナイフで一突き、といったところか。筋は通っていそうですが、どうなんでしょう。ああ、これには腑に落ちない点がある。一つはベルンハルトが普段人が近寄らない保管所になぜ行ったのかということ。もう一つは、もしこの計画通りなら、なぜ鍵にだけ指紋がついていたのかということだ。そういえば、リーナイウスも言っていました。ナイフ以外に指紋はなかったと。手袋を途中で外す何かがあったか。何者かがサルカドに罪をなすりつけるための工作の可能性もありそうですね。他のことも考えてみるか。そういえばフリードニヒが次期当主になりそうで、利権に絡んでいた人たちは大慌てですね。そうだな、これも気になるところだ。よし、明日フリードニヒのところに行ってみよう。いいですね。まだ何か？いや、ふと思い出したんだが、シャーロットにサルカドについて聞いたとき、サルカドは誰かと会っていたようだったらしい。しかもそれは保管所の近く、大きな荷物を持っていたとも言っていた。誰かと盗みの計画を立てていたということでしょうか。さあな。だが、そいつがこの事件に大きく関わっていることだけは確かなようだな。先生がフリードニヒのところに行っている間、私はそれを調べておきますね。助かるよ。